こんにちは、シュウキです。今回紹介するデッキはカラクリクリストロンです。クリストロンはモンスター1枚から相手ターンにシンクロ召喚できる超強力テーマですが、機械族シンクロモンスターしか出せなくなる欠点があります。じゃあ機械族シンクロモンスターで何とかすればいいじゃないかということで、機械族でシンクロ召喚が得意なカラクリと組み合わせてみました。相手ターンにカラクリを出せば表示形式の変更が可能な上、クリストロンには足りない自分のターンの展開も補えます。クリストロンは召喚権を使わずに動けるので、カラクリの展開の邪魔をしません。それでは対戦の方を行っていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。愚かな埋葬発動、サルファフナーを墓地に送ります。サルファフナーの効果、ローズニクスを捨てて特殊召喚で破壊。サルファフナーの効果、プラシレーターを特殊召喚して効果発動。プラシレーターを破壊、シトリーを特殊召喚。これだけだとちょっと心もとないので、カラクリ小町にイニシを召喚。ニニシの効果でクイックを通常召喚。ローズニクスの効果、クリストロントークンを特殊召喚。3体でシンクロ召喚、カラクリ将軍ブレイド。ブレイドの効果、カラクリ奉仕クナムザンを特殊召喚。ターン終了。マギステル・オブ・エンディミオン、ペンデュラム・コール、総国の魔術師を手札に加え、さらに方眼の魔術師も手札に加える。シドルミコードビューティア、なんだなんかいろいろ入ってますね。ペンデュラム召喚、方眼、総国、そのままバトル。方眼でシトリーを攻撃。ではシトリーの効果を発動、プラシレーターを特殊召喚してシンクロ召喚。クリストロン、クオンダム、さらにクオンダムを攻撃。クオンダムの効果でシンクロ召喚、カラクリ大権限ブレイブ。ブレイブの効果、カラクリ三本ニシパチを特殊召喚。ニシパチの効果で表示形式を変更します。ブレイドとブレイブの効果、クシーズ召喚されるのが面倒くさいかなと思うのでって思ったんですけど、対戦ありがとうございました。綺麗に結構やりたいことができたんじゃないでしょうか。はい、対戦よろしくお願いします。クリストロン、スモーガー召喚、効果発動。スモーガーを破壊してクリストロン、シトリーを特殊召喚。カードを1枚伏せ、ターン終了。イリュージョン・オブ・カオス、マジシャンズ・ソウルズを手札に加える。で、1枚戻す。マジシャンズ・ソウルズの効果、ブラマジを墓地に送って手札から特殊召喚。マジック・トラップを墓地に送り、2枚ドロー。サンダーボルト、出す意味もないでしょう。合体竜ティマイオス、手札から特殊召喚。融合召喚、竜騎士ブラックマジシャンでバトル、ダイレクトアタック。ターン終了。ドロー。このターンはカラクリの展開ですかね。カラクリ解体新書を発動、ニニシ通常召喚、クイック通常召喚、シンクロ召喚ブレイ。ブレイの効果、ニシパチを特殊召喚して効果発動、表示形式を変更。ブレイの効果、竜騎士ブラックマジシャンの表示形式を変更。バトル、ニシパチでマジシャンズソウルズを攻撃。ブレイで
龍騎士ブラックマジシャンを攻撃。クリストロンスモーガーの効果。除外してクリストロンインパクトを手札に加えます。ターン終了。イリュージョンオブカオス。マジシャンズロッドを手札に加える。で、手札を戻す。マジシャンズロッドを通常召喚。魂のしもべを手札に加える。で、発動。マジシャンズサルベーションをデッキトップへ。で、魂のしもべの効果でワンドロー。マジシャンズサルベーションを発動。効果で永遠の魂をセット。で、バトル。マジシャンズロッドで、西パチを攻撃。西パチの効果で守備表示。で、ターン終了。ドロー。解体新書で引く前に使いたい。永遠の魂を発動。龍騎士ブラックマジシャンを蘇生。オロマイの効果でサルファフナーを墓地へ。カラクリ解体新書を発動。墓地へ送って2枚ドロー。サルファフナーの効果。シストバーンを墓地へ送って特殊召喚。で、次回。破壊されたので、プラシエーターを特殊召喚。使っとくか、シストバーンの効果。除外して、ローズニクスを手札に加えます。で、ローズニクスを通常召喚。みたいでシンクロ召喚、カラクリ将軍ブレイ。ブレイの効果。手札にカラクリがいないので、クイックかな。ブレイの効果。龍騎士ブラックマジシャンを守備表示にできない。永遠の魂か。効果を受けない。そしたらどうしようかな。シンクロできないし。とりあえずバトル。クイックでマジシャンズロッドを攻撃。クイックの効果。ニニシを蘇生。プラシレーター使って Q を作るべきか否か。対象に取らない除去をしたいのでこっちだな。シンクロ召喚、氷結界の竜、トリシューラ。効果発動。永遠の魂、ボッチのブラックマジシャン、手札を除外します。対象に取らないので、龍騎士の効果は受けません。で、永遠の魂がフィールドから離れたので、龍騎士ブラックマジシャンが破壊される。フラッシュレータの効果。クリストロンシトリーを特殊召喚して、ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあいいや。サルファフナーの効果。クリストロンインパクトを捨てて手札から特殊召喚で破壊。破壊されたサルファフナーの効果。プラシレータを特殊召喚。さらにプラシレータの効果。シトリーを特殊召喚。カードを1枚伏せてターン終了。おすすめ軍艦握り。イクラの軍艦を通常召喚。イクラの軍艦の効果は増字をチェーンします。3枚めくってシャリはなし。バトル。ターン終了。ドロー。シトリでイクラを攻撃。で、ターン終了。カードを1枚伏せ。ターン終了。ドロー。さすがにちょっと手札が良くないし、増字も使えない状況なんだよな。無理やり動いてみるか。気まぐれ軍艦握り。うららはいいや。3枚めくって、赤シャリを手札に加える。で、ダイレクトアタック。ターン終了。
おすすめ軍艦握り。カウンターを一つ置く。宣言したカードを手札に、これこっちがカード名を入力しないといけないのか。じゃあいくらにしておきましょうか。シャリの軍艦を通常召喚で、いくらを持ってるので、このタイミングで増陣を打っておきましょうか。いくらを特殊召喚。白魚の軍艦手札から特殊召喚。白魚の効果。いくらを特殊召喚。一旦スルーでいいでしょう。3枚めくる。残念。エクシーズ召喚、いくら型一番艦。止めておくべきかな。これで両方無効になるよね。エクシーズ召喚、デュガレス。デュガレスの効果。4400。で、バトル。シトリーを攻撃。では、シトリーの効果。ひとしずく。さらに、気まぐれ軍艦握り。3枚戻して、ワンドロー。ひとしずくで、シトリーの効果を無効。で、攻撃が通る。クリストロインパクトも破壊。で、デュガルスでダイレクトアタック。うららでいくら止めといて正解でしたね。危なかった。カラクリコマチ2西を通常召喚。ここで増字。それはうららで止めます。カラクリ解体新書を発動。イナシチ召喚。イナシチの効果。クナムザンを手札に加えます。カリカラクリクラ。イナシチもう一枚持っといて、守備表示。クナムザンの効果。ニニシを守備表示にして特殊召喚。カウンターが2つ乗った解体新書を墓地に送り2枚ドロー。シンクロ召喚、カラクリ将軍ブレイ。ブレイの効果。クナムザンを特殊召喚。シンクロ召喚ブレイド。ブレイドの効果。西パチにしておきましょうか。西パチの効果で表示形式を変更。ブレイドの効果でワンドロー。サルファフナーの効果。シストバーンを墓地に送り、特殊召喚。で、破壊。破壊されたサルファフナーの効果で、ローズニクスを特殊召喚して、効果発動。ローズニクスを破壊して、シトリーを特殊召喚。で、バトル。ブレイで、イクラ型一番艦を攻撃。ブレイドで、デュガレスを攻撃。シトリーでダイレクトアタック。ターン終了。ブラックホール。全滅しちゃうと、死にかねないので、シトリーの効果発動。イナシチを特殊召喚してシンクロ召喚。クリストロン・クオンダム。ブラックホールで、全滅。クオンダムの効果。墓地からサルファフナーを特殊召喚。おすすめ軍艦握り。ウニかな。多分。ウニの軍艦の効果。ちゃんとシャリ持ってるか、偉いな。ウニを特殊召喚。さらに赤シャリを特殊召喚。レベルを上げる。で、シャリを手札に加える。エクシーズ召喚、ウニ型2番艦。あ、これ一番ダメなやつだった。
あんまり無効にする意味はないけど、クリストロンインパクト。タリを召喚して、デュアレスの効果でバトルフェーズがスキップだ。危ない危ない。ニニシ召喚。さらに、イナシチを通常召喚。効果で、ガマ油を手札に加えます。で、ローズニクスの効果。除外して、クリストロントークンを特殊召喚。シンクロ召喚。カラクリ大権限、ブレイブ。ブレイブの効果。ここまで来たらもうクイックでいいかな。カリカラクリクラを発動。イナシチを守備表示にします。で、イナシチを手札に加えます。ブレイブの効果。このターンで決まるので、さすがに大丈夫かな。カラクリガマ油。ブレイドを特殊召喚。サルファフナーの効果。手札のクオンを捨てて、特殊召喚。破壊。スモーガーを特殊召喚。さらにスモーガーの効果で破壊してリオンを特殊召喚。シンクロ召喚。ブレイ。ブレイの効果。クナムザンを特殊召喚して、これでバトル。ブレイブでシャリを攻撃。ブレイでダイレクトアタック。ブレイドでダイレクトアタック。はい、対戦ありがとうございました。